井口の引退試合があまりにも優秀の美すぎる。 NPB MLB でプレーしロッテ監督も務めた井口。そんな井口の引退試合は多くの野球ファンの心に残るほど美しいものだった。井口が引退表明したのは2017年6月20日。シーズン途中での引退表明にロッテファンは驚いたことだろう。引退試合となったのは2017年9月24日、本拠地で迎えた日ハム戦。井口は6番 DH で出場。話題となったのは9回裏第4打席、2点ビハインドの状態で打席に立った井口は同点ツーランを放ったのだ。第5打席は右ひじとなったため、第4打席が現役最後の安打記録だった。引退試合に放った本塁打の着眼点には、井口の引退試合本塁打着地点を示すプレートを設置。日本での引退試合の4日後、かつて所属したホワイトソックスでも引退セレモニーが行われ、井口が日米で愛されていたことがよくわかる。